今日はカントリーマン TV 洋食編でございます。これ何かわかりますか？鬼テナガエビです。別名アジアンブルーロブスター。これは成魚ですね。素晴らしいです。これもともと日本にはいない種類で、東南アジアとかその辺に生息してるらしいんですけども、まだあまり日本では養殖がそこまで確立されてないみたいですね。数軒しか本当にやってるところがなくて、探すのに苦労しました。ネットを開いただけですけどね、まあ、こういう感じで水槽を作ったんですけど、これ育成水槽ですね。こちらはチエビの育成水槽です。でこちらが親エビの育成水槽です。メダカ入ってます。テストフィッシュ。まあ水質が大丈夫かどうかを見るのに、これ先にメダカを投入しておきました。まあ、ここに生物的なその有機物ですね、メダカの糞とかそういうのを先に入れたかったので、メダカは先に入れときました。1週間ほど前です。でこちらは稚魚、稚エビ、鬼テナガエビの稚エビです。もうそろそろ到着してから1時間ほど水合わせをしてるんですけども、まだ温度合わせ中で、これからこの育成水槽の水を徐々にエビの中に投入して入れていきます。チューブでオーバーフローで入れていきますね。で今のところ水温は24度。この育成水槽に対してちょっとこのヒーターが弱いところもあるんですけど、そちらに亀用のヒーターも入れてありますんで、24度です、亀用の方は。でこちらは27に設定してあります。なのでこちらはもう24度以上になるとストップしますね。でまあこちら頼りになります。あとは、まあ、ある程度温度が24度下回らなければ、下が回ってないです、まあ20度以下にならなければ全然問題ないと思いますけど、だいたい観賞用で飼育する場合25度なんですが、養殖で飼育する場合28度設定にした方がいいという話をね、業者さんから聞きました。その方が成長が早いらしいですね。まあ1時間ぐらい経ったので、ちょっとずつ水を入れて話していこうかなと思います。ああちょっと緊張しますが、ちょっとゆっくり慎重にやっていきますね。すごいですねこの生物。今投入しました。数分かけて水合わせをして投入しました。なんか影を探してるんですかね。ちょっと今パニックってますね。落ち着きがないです。入れたばっかりなのでちょっと落ち着きがないですね。でも一晩輸送されてきてお腹空いてると思うんですね。まあ、このメダカ食べられちゃうかもしれないですけど、まあ、ちょっと最初の活性としてはねいいかもしれない。投入するときすごく緊張しましたね。で次は稚魚です。ようやく稚魚です。これがまた緊張しますね。やっていきます。今はですね、稚魚水槽にこの親用水槽から水を落として水合わせをしてます。もうだいぶ水合わせされてきて、稚エビにもそんな異常なさそうですね。元気に泳ぎ回ってます。まあ、水質大丈夫そうなのでそろそろ
投入していこうかなと思います。エビなのでやっぱり水質の急激な変化には弱いと思うので、まあ、ゆっくりゆっくりゆっくりですね、本当に時間をかけてやっていきます。で、先ほど入れた親は生態の方はもうすっかり落ち着いてますね。今のところ特に問題なさそうです。落ち着いてます。一つ目の袋を開封しました。徐々にチエビが出てってます、外に。でも小さすぎてどこに泳いでるのか全然わからないですね。見えますか、これ入り口のところに止まってるんですけど、見えますかね。まあ、出てってるチエビは元気そうです。そんな水質問題なさそうですね。なんとか泳いでます。チエビ泳いでますね。テンション上がりますね。やばいです。この稚魚映りますかね、このカメラで。映ってるような、映ってないような。今こういう感じで自然に出てってもらってます。泳いでますね、速いやつは。泳いできた。死んでるチエビも何匹かは、まあ、見えるんですけどね、まあ、それ餌としてもう入れときます、そのまま。まあ、でも大半生きてるのでもう OK だと思います。もう本当にこんなね、弱いプランクトンみたいな状態なので、届いただけでもすごいです。では、投入、強制投入していきます。水流で目を回すだけでもやばいと思うので、ゆっくりゆっくりいきます。うわ、端っこのとこに、端っこのとこに溜まってます。よし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 。出ました。めっちゃくちゃいますね。どうやって数えたのか分かりませんが、500匹ぐらいいそうです。本当に落ち着いてきたかなと思って餌あげたんですけど、全然まだ大きい練り餌は食べないですね。メダカの餌はちょっと食べましたね。メダカの餌好きみたいです。わかりますか、これ3匹いますね。なんとですね、メスが横たわってたんで何かなと思ったら脱皮でした。突然脱皮しましたね。うわ、腕が一本ない。
うわ、すごい。到着した当日に脱皮しました。やばすぎる。これ脱皮したってことは、これソフトシェルなんで、今、オスと合わさるとやばいんでね、ちょっと離しておきますね、これ。しばらく、殻が硬くなるまで一晩か、もう数日間、こうやって隔離しときます。オスはこっちですね。で、脱皮したのはいいんですけど、片腕ないですね。片腕がない。ワンハンドですね。まあ、健康であれば問題ないんですが。まさか来た当日にこんな貴重な行動が見れるとは思わなかったです。すごい。神秘的です。起き上がりましたね。すごいですね。これ落ちとるな。これは生きとる。なんと共食いしてますね。まあ、おそらく共食いというかね、死んだ落ちてしまった子を食べてるんだと思うんですが、まあ、許容範囲なんですけど、まあ、他の命の糧になっていただければ報いはある。どこにいるのか本当にわからないですね。おった。これもなんかちょっと弱ってそうな。注意、きっと元気に。Thank you.